違うの、起きれてたんですけど、起きれてたんで、あれ、あ、でもなかなか起きれんかった、あれで。大戦ふとすりん、寝不足じゃない、あれで。43分ぐらいにやろうとしたら、そう、朝ごはん行こうかなって思いつつ、あれなんだよね、眠すぎてちょっと行けないかも。眠すぎてっていうか、あんまりね、ね、寝つけが良くなかった。なんか寝れたのが目が腫れてる。目が腫れとる、やだ。治るけどね、これたまになる。違和感がある。うん、縮小は NO で、縮小というか載せるの。そこまで。どうしようかな、寝直すと、もうちょっと朝ごはん食べるだったらどっちがいいんだろうか。食べるの方が健康的な。お朝ごはん。お腹すかん、いつも朝もすかん、見たらすく。お昼に食べる、もうこのまま寝たら絶対お昼食べん、やばい、また昨日と同じルートをたどりそう、自分は。そうね、ご飯だけパッと食べて、ご飯食べて寝ようかな、ちょっとだけ。前髪がね、まだそこ真ん中毛がないのは真ん中で分けてたからなんだけど、
4、5時間まで。でも余裕めっちゃ遅いとかじゃないし、けど明日前乗りしとるけん。おはよう、おはよう。うん、めっちゃ朝早いとかじゃないよ。この前の時は早かったけど、あれだよ、あれないから、あの移動の時間がないからだよ多分。じゃあかわいすぎて、こっちはバチメガさんありがとう。メンバーと高速すれ違いしてシューンって。おはよう、おはよう。頑張ってね、みんなもお仕事だよね、今日平日だから。頑張ってね。おはよう、おはよう。あ、目覚めてないよ全然、多分ボーってしてるから。おはよう。なんかも頑張るね。来月そう、名古屋。でも楽しみだから、お、頑張ります。頑張るね。ぼーってしてるのかなんかね、朝もうぼーってしすぎて、そう、じゃあのうち寒いがいでありがとう。口数がねぼーってしすぎて減っちゃう。あ、だんだん目の腫れよくなった。でもね、朝めっちゃ起きるとね、二重線がいつもよりね太いんですよ。で起きて20分くらいで戻ってくる、だんだん。その安否の誕生日昨日行ったんよ、0時に。声は出せんかったけど、自分
でも年齢的に私とさこちゃんは出せなかったんですけど、そう、そう、18歳超えてないっていうか、私喋ってないよ。なんだっけ、あ、そう、卒業しないとか、昨日何百つ投げてたの、私もびっくりした、途中見てんね、ぼーっとしすぎてて全然話してない、ごめんね。眠いですか？眠いです。私まだ日当たり配信はできないですね。18歳というか高校卒業しないと、今回はだからできないかな。今年は自分は来年からになる。大丈夫だ、ありがとう。ありがとう、ありがとう。今日はいい推しの日でしょう。今日13位のリアさん、ありがとう。12位のケスティンさん、ありがとう。 MST ミールかな、ありがとう。11位のアネモさん、ありがとう。12位のタロイモさん、ありがとう。12位のエイトさん、ありがとう。12位のエイトさん、ありがとう。 MST 楽しみかな、ありがとう。見えなくなっちゃったな、やっぱり私が悲しい。7位のふみやとまくふふさん、ありがとう。6位の井上よしひろさん、ありがとう。5位のまぼろしさん、ありがとう。4位の現場監督さん、ありがとう。3位のドラガンさん、ありがとう。MC ワイド頑張るね。2位のマックさん、ありがとう。1位のゼータンさん、ありがとう。楽しみにしておるかな、ありがとう。頑張るね。おはも眠て、眠たい、おはもも。おでこ出して、おでこ、うん、おやもも、ジータンさん、ありがとう。ゲスト福ちゃん、ありがとう。デマ監督さん、ありがとう。ドラガンさん、ありがとう。マークさん、ありがとう。ハルさん、ありがとう。イツさん、ありがとう。レセンのことが好きさん、ありがとう。Thank you。 頑張ります、見てね。いっぱいリセンモカでツイートしてね。